それでこの80過ぎてから希望の鐘、なんかこのままでいったら地球大丈夫かな、最近ね地球のことを考えるようになりましてね、まあそこまで生きてられないけど死ぬ間際までみんな元気で地球を守ろうよねっていう気持ちでこの希望の鐘。それで私がんで左が見えてまいし聞こえてないですよね、38年40年近く右側しか聞こえてないし見えてません。歌うのも大変なんですけどもね、でもがんだから生きてます。療治士の資格を取りまして、お弟子さんも8人いらっしゃいます。でも頑張ってます。私は元気でいるとみんなが元気になるんじゃないかと思ってよたよたしてられないっていう毎日なんです。まあこんなお話はこのぐらいにして、希望の鐘、ちょうど本郷直樹先生が去年ちょうど1周忌1年経ちますけどね、最後の歌にご一緒した時にミサよって、ミサも体あれだけ俺もこうで、でもよって、あれが昨日のことにもう1年経ちますけどね、でも元気で先生聞こえてますか、男嫌い女嫌い、それも一緒に吹き込みましたけどね、みんな手拍子で希望の鐘、いつの時も平和で地球を守ってください、そんな気持ちで書きました。長崎先生と一緒に曲を作って、空虹が雲抜け、心ウキウキ弾んでる、希望の歌を口ずさむ、鐘を鳴らそう、鐘を鳴らそう、幸せの鐘を鳴らそうよ、夜空見つめ全てが、よみがえる誰か今も地の果てで強い力で立ち上がり、愛しい人へ届くより、鐘を鳴らそう、鐘を鳴らそう、包む夢、夢に向かうくじけずに、愛が天まで届くより、私は祈る
その愛が鐘を鳴らそう、鐘を鳴らそう。この平和が、地球全体が永遠と光り輝くように私祈ってます。皆さんにも第三世界で絶対なし日本を頑張って守ってください。いい日本であるように祈ってます。今日はお忙しいとこありがとうございます。よろしくお願いいたします。お聞きくださってありがとうございました。失礼します。綾城美沙さん、ありがとうございました。